9。はい、どうも、トソクチュートレンのつくもです。ということで9のアルートパート26、続きから始める、やっていきたいと思います。ロードしたよ。神社までもうすぐ、みんな疲弊していた。交わした言葉も2言と3言ですかね。早く帰って休みたい。勝利の余韻よりも今はその気持ちでいっぱいだった。無事先生を自宅へと送り届ける。成瀬のおじいちゃんたちに軽く事情を説明したが、血を見て先生が気絶したというのはちょっと無理があっただろうか。とはいえ本当のことを話すわけにはいかない。納得していなそうな空気ではあったが、強引に切り上げて離脱。境内で改めてそれぞれの親に無事を伝えて、ようやく一息つくことができた。みんなお疲れ。お疲れ様。誰か一人欠けても今日の勝利はなかった。なんだかあまり実感がなくて、私ちゃんとできていましたか？うまく言葉にできないんですが、今までにない感覚がありました。あんなことできたのと、できるって自信を持てたのも先輩の力のおかげだと思っています。よかったです。皆さんのお役に立てて。高峰先輩もすごかったですよね。マジつえ。実践など一生経験することはないと思っていたが、鍛錬はしておくものだな。一つ自信になった。しかし活躍したといえばレナ君だろう。彼女の方が倒した感染者の数は多い。当然だろ。好きなだけ褒めていいぜ。うわ、びっくりした。いつも急に出てくるこの人。出たくて出てきてんじゃねえよ。文句なら大将に言え。いや、名前が出たからいた方がいいかなって。いいの？力を使って。一番消耗しているのは間違いなくあなただと思うけれど。どうだろう。別に。確かに力使いまくったけど、運動量は大したことないしな。まだ興奮してんのかも。冷静になったら一気に来るかもな。割と真面目に街の危機って感じだったしね。私もまだドキドキしてるかも。実は私もなんだか現実感がなくてふわふわしちゃってて、私も少し落ち着かないです。皆に同じく。今だ。気が高ぶっている。帰宅してすぐに体を休めるべきなんでしょうけど。ちらりとノアが俺を見て、思わず笑みがこぼれた。どうやらみんな同じ気持ちのようだ。町を救ったのにこのまま解散ってのはな。ってわけで、乾杯。俺の部屋でささやかな祝勝会を。早く帰って親を安心させるべきなんだろうけど、もう少しだけ許してもらおう。店に入る気分ではないし、コンビニで買うのも味気ないしな、とピザを頼んだ。こんな状況で宅配してもらうのもめちゃくちゃ申し訳なかったが、それも許してもらおう。よーし、食べるか。腹減った。ほんと腹減った。力使うとめっちゃお腹すくよね。わかります。私もペコペ。恥ずかしい。お腹鳴っちゃった。私もさっき鳴っちゃいました。そういえば2つともトマトソース。ゆきさん大丈夫だった？ピザは平気。ケチャップも大丈夫。そのものがなきゃ大丈夫なんだよな。プチトマトとか入ってるのは避けといたけど。ありがとう。でも生が苦手なだけ。熱が入ってればなんとか食べられる。なんか無視できなくなってきたんですけど、高峰先輩、なんでさっきからヘブン状態みたいな顔してるの？友の自宅でピッツァ。夢が一つ叶った。よかったね。あー、そうっすか。ピザの言い方うざいな。まあ思いましたけど。確かに祝勝会は賑やかに始まって、けど会話が盛り上がっていたのは最初の方だけで、
みんな相当腹が減っていたのか、しばらくは会話よりも食事に集中。腹がそれなりに満たされてきた頃、また会話に花が咲き始める。勝利の余韻に浸りながら、友とピッツァパーティー。素晴らしい夜だ。夜市も来ればよかったもの。あの人マジで手伝ってくれなかったね。仕方ないだろう。敵にならなかっただけでも俺はホッとしてるよ。深沢君、あの場にいたのかな。巻き込まれてないといいけれど。さっきメッセージを送ったぞ。お疲れとだけ返事が来た。あ、よかった、無事なんですね。下校時間直撃だったもんな。制服着てた人結構いたし。そうだね、私もたくさん連絡来てて、友達はみんな無事だったみたいだけど。あ、私もです。友達からバンバンメッセージ来てました。え、何？お前友達いたの？だからいるってば。ぼっちなのそっちじゃん。この状況で友達からメッセージ一つも来てないの相当だぞ。刺さる人に刺さってますねこれね。お前、俺含め約4名の心をえぐったぞ。あの、なんかすみません。平気、私にはハルカがいる。ノアちゃん。なんだよ、肩に手を置くなよ。ソラちゃんの友達も大丈夫だった？あ、はい、大丈夫だったみたいです。でもあんまり喜べないですよね。そうね、死者が出てしまった。全員を救うことはできなかった。私たちの役目は十分に果たせた。あの程度の被害で抑えられたと胸を張るべきだろう。ですよね。すみません、しんみりさせちゃって。食べましょう食べましょう。また会話よりも食事に集中。 L サイズのピザ2枚とサラダやらのサイドメニューをペロリと食べ尽くして、少しの間歓談。けれど名残惜しいが、ずっとこうしてはいられない。そろそろお開きにするか。あんまり遅くなるのはあれだし。片付けるね。ああ、大丈夫大丈夫、俺やっとくから。それじゃあ帰りますか。食べたらめっちゃ眠くなってきた。今日12時間ぐらい寝ちゃいそうです。明日が土曜なのは幸いだったな。おのおのしっかりと体を休めよう。今度こそ解散ね。みんな本当にお疲れ様。最後に少しだけいいかしら。みんなが立ち上がろうとしたところで空間が割れ、ソフィーが現れる。ちょっとした報告。世界の目を使ってイーリスの気配を追ってみた。今まで感じていたおぼろげなつながりが消えているの。ほぼほぼ間違いなくイーリスは死んだと考えていいでしょうね。ほぼほぼ断言できないのは勘弁してちょうだい。別の世界のことだし、死んだ証拠なんてなかなか出せないもの。そもそも他の枝ではまだ生きてるよな。そうね、イーリスを倒せたのは今のところこの枝だけ。私としてはそれで十分。大きく枝分かれして平行世界化してしまう可能性はあるけれど、大した弊害はないでしょうし、それに今は生きているというだけで別の枝のあなたたちが何とかしてくれるかもしれないし、様子を見るわ。オーバーロードを使って別の枝でもとは言わないから安心なさい。必要ならやるぞ。言ったでしょ、もう十分よくやってくれた。みんなお疲れ様。それとありがとう、千年前の私の過ちを正してくれて。ソフィーからお礼を言われ、少し面食らいつつも照れてしまって、みんな顔を見合わせ笑う。俺たちはやり遂げた。ようやくその実感が湧いてきた。以上よ、まだ話したいことはあるけれど後日にするわ。今日はゆっくり休みなさい。それじゃあね。ソフィーが歪んだ空間の中に消え、なんとなくみんな話さず無言が続き、じゃあ静かにノアが沈黙を破る。
最後にカケルから一言。は？なんで？すべてカケルから始まった。カケルがいたからみんなここにいて町を救えた。実質的なリーダーはあなた。だから最後に締めるのもあなたであるべき。ああ。みんなから妙に温かい視線を送られ緊張。締めろって言われても何話せばいいのか。なんつーか全然考えまとまらないけど、ああ、割とみんな強引に仲間になってもらったというか、ヤバいやつがいるから協力してくれとか結構突拍子もなかったと思う。でも手を貸してくれてありがとう。イーリスを倒せたのはみんなのおかげだ。本当にありがとう。深々と頭を下げる。ここで空あたりが茶化すかと思ったのに、特に何もなくて余計に緊張。あとなんかあるか言うことで。お疲れ様でした。無理やり締めた。グダグダすぎる。仕方ないだろ、こういうの慣れてないんだから。お疲れ様でした、新見くんの。みんなの力になれて、町を救えて、私もとっても嬉しかったです。私、はい、仲間に加えてくださったこと、感謝しておりますわ、カケル様。それと皆さん、誠にありがとうございます。お、久々に変わった。緊張しすぎて気絶しそうだったもので。私からも礼を言おう。君のおかげで、町のために戦うことができた。何も知らなければ、ただの傍観者で終わっていた。私を、ヴァルハラ・ソサイエティの一員としてくれたこと、心から感謝する。これみんな一言言ってく流れだ。そう。なんだ。ありがとうございました。お前もグダグダじゃねえか。さすが兄弟。私だってこういうの慣れてな。うわ、びっくりした。また急に出た。なんで俺を出した。いや、お前も仲間だし、なんか一言。はあ、俺はお前の原体だぞ。ただの疑似人格だ。何の感想もねえよ。ドライだな。この子なりの照れ隠しです。ふざけんな、ぶっ殺すぞ。じゃあ最後の最後にノアさんから。もう散々言ったから手短に。お疲れ様、ありがとう。すべてみんなのおかげ。みんなと一緒に戦えてよかった。ノアが微笑む。みんなも笑う。そうだ、みんなのおかげでなすべきことをなせた。まだアーティファクトの回収は続くけど、最大の脅威は去った。よし、じゃあ解散ってことで。お疲れした。立ち上がり、みんなで玄関。特に必要ないだろうけど送ってく。あ、何言ってんだ。え、確実に疲労が溜まっているはず。気を使わなくていいからゆっくり休んで。ああ、はい。私もいる、安心しろ。そうなんだけど、せめてレナ。へいへい、送ってくよ。お疲れ様でした。状況が落ち着きましたらぜひまた集まりましょう。ええ、そうね、またいずれ。それじゃあね、新見くん。ああ、また。お疲れ。まったに。みんなを見送ってリビングに戻る。ベッドに倒れ込み全身の力を抜く。終わった、ようやく無事イーリスを倒すことができた。あっけなくて拍子抜けはしたけれど、犠牲も少なからず出てしまったけれど、大事な人は守れた。あとは
もう少しみんなと余韻に浸りたかったとか、ノアと二人きりで話したかったとか、取り留めのないことをぼんやりと考えているうちに思っていた以上に疲弊していたんだろう。マトロミ、俺の意識は落ちていった。はい、ということで、今回はね、以上にしたいと、思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。